銃を乱射したいとか、人をぶっ殺したいとか、大量殺戮を行うんですけれども、ギャーって思ったのは、今日はですね、はい、体調はすごく悪くて、はい、で今もですね、左耳の後ろのリンパが痛く喋ると響く。あら。ところがですね、はい、まあ、ご存知の方もいると思うけど、僕は病気の時に喋るとベストプレーっていう方が多いんですね。なるほど。で、それはね、その肉体性問題とちょっと関係していると僕は思っています。うん、つまり、調子悪い時はうまく制御できないんだよね。うん、なので、まあ、ダサなら別れたと思うけれど、意識の働きが弱い分、フローに乗りやすいとも言えるし、なるほど、あまり制御されない言葉が出るからとも言えると思うんですね。さて、ベストプレーに近いものになるかどうか。ただ今ね、条件設定をそこにしちゃったせいでね、うん、若干コントロールが入った。ベストプレー目指しちゃう感じがする。意識は再帰的反応、つまり反応に反応する力でしょ。うん、なので、まあ、ビビったりとか、やってることやばいんじゃねえかと思ったりするんだけど、そういう、つまりブレーキが甘くなる。ブレーキは効かなくなるんだよね、やっぱり意識の働きが弱くなると。でもね、病気してからの方が僕は調子いいですよ。うん、全般的にはね。そういうことが起こるでしょ。そういうことで、ね、僕がね、金十郎さんを初めて見たのはスクリーンなんだよね。1967年若松浩二監督を犯された白衣。これ白衣って読むんだよね。で、これはまあ実際に起こったアメリカの事件を下敷きにした脚本なんですが、うん、看護婦たちの寮に入り込んだ金十郎を演じる孤独な男がですね、そこで大量殺戮を行うんですけれども、一人の女に癒されるようにして実際裏切られますって話なんですよね。うん、でね、これね、当時若松あるいはね、脚本を書いていた足立正夫とかね、はい、大和屋敦がどういうモチーフだったのかってことを考えると、そこにね、唐さんが出ていた身が分かるんだよね。うん、つまり当時の震災翼運動っていうのは旧左翼と違って貧困からの解放を考えていたんではないんだよね。うん、そうではなくて、まあ、マルゾン主義、マルクス主義的実存主義っていうふうに言われていた。それは象徴的だけど、まあ、僕の言葉で言うとつまらない。このつまらない密室の外に出たい。外に出るために銃を乱射したいとか、人をぶっ殺したいとか、大体そういう、大体というか全てそういうモチーフでしたよね。だから、そこに唐十郎さんが出るってこと。要は唐十郎さんもそのモチーフに連なる部分があるということだと考えられる。うん、何なんだこのつまんねえ社会は。うん、この時空間のこうどうにもならない閉塞感を僕たちが自力で脱出することができるとすれば、何によってどうすればっていう問題意識があったということだよね。うん、で、これはまあそれを見たのがね、僕は中学3年か。だからまだ、学園闘争がね、麻布中学高校で続いていた頃で、もうなんかそれもルーティーンになってて、紛争それ自体がつまらなくなり、みんなこんなはずじゃなかったかに打ちひしがれ、うん、何なんだこれはみたいな感じになっていた。そういう時だったから、このつまんない、この時空間って、どうやったらなんとかなるのっていうのは、当時中学生、だから15ぐらいだと思うんだけど、僕にも痛く響き、そして高校に入って状況劇場の芝居を見て、たまたまね、まあ、最初見た時に僕のすぐ横に唐さんが待機しておられて、なんかすごいこのね、蒸気機関車がシューって蒸気を出しておられた、すっごいエネルギーでギャーって思ったのを覚えてます。なるほど。ということで、はい、最初の唐十郎体験の話をしましたけれども、もうなんとなくモチーフ分かっていただけたかなと思いますね。なるほど。